はい、こんにちは、ナチュラルライチです。はい、どうも、ゲイシです。今日はね、懐かしいものをね、ちょっと手に入れてきたよ。懐かしい爆走兄弟レッツ&ゴーマシンコレクション。マシンコレクションって何？まあ、とりあえず開けてみようか。開けるのがいけない。え、なんか、どんな感じ？お、なんかすげえな、おい。すごいでしょ？これいいね。なんか、え、撮っていい？いいよ。めっちゃなんか、黙っちゃってるけど。え、なんか、え、なんかちっちゃいミニ四駆、バネ？爪？なんか、いいでしょ？あー、なるほど。そういう感じのやつね。パッケージがいいでしょ、まずこれ。あー、そういうやつね。なるほど、なるほど。さあ、ミニ四駆のあれ、パッケージそのままちょっといじったみたいな感じの。そうだね。これだから、うん、あのミニ四駆の売ってたパッケージのこのマシンのところを実際のこのこちらのマシンに変えたみたいな感じかな。ちょっとさ、なんか作りはチープだけどさ、あの箱がいいなと思って。これそうだね、いいね、箱いいね。でとりあえず全4種類で、サイクロンマグダム、ハリケーンソニック、ディオスパーダ、ベルクカイザーのよ。これあれとか、なんだっけ、 W そう、WGP 編、 WGP 編か、うんうん、ワールドグランプリ編だね。あれ面白かったよね。てか俺らど真ん中なんだよね、俺らね。そういうと大体ど真ん中で大体何歳か分かっちゃうんだけど、うん、まあそれはいいとして、うんうん、いいでしょこれ。いいよね、あれ面白かったよね。どれ好き？主人公使ったのもいいんだけど、やっぱりディオスパーダとかかっこよかったよね。ディオスパーダかっこいいね。当時はかっこよかったよね。あそこ の最終回2話前のあそこの抜くところがね、うん、いや、やっぱ海外のね、このプレイヤーが使ってるっていうイメージがやっぱかっこいいっていうのがあったかね。かっこいいね。サイクロマグナムもいいけどね。ベルクカイザーか。ちょっといいよな。すげえな。とりあえずじゃあ、この右と左のこう形が違うのがいいんだよね。え、そうなんこれ。そうだよ。こっちにコクピットがついてるから。あ、ほんまや。あ、なるほどね。あ、そうなってるんだ。アニメ設定ではこれが逆にコクピットがついてるやつと合わせて、なんかダウンフォースを得るみたいな。へえ、そんな設定があったんだ、アニメ。そう。これ見えてるじゃん。なんでこれ。カメラにこれ見えてる、この。なんで見えてるの？この感じ。ね。この感じ。あ、なるほど。これアシンメトリーのコックピットになってるわけですよ。てっきり真ん中にコックピットがあると思ったら。違う。ベルクカイザーは片方ずつにあって、こう、違うやつを並べて走らせる。なるほどね。いやー、面白いな。そんなセットあったか。全然ちょっと覚えてないな、懐かしいとか言いつつ。じゃあ、一個ずつなんか開けてみようぜ。ちょっと開けてみようか。どれがいい？いや、俺どれでもいいよ。どうぞ、ライチ。じゃあ、サイクロンマグナムお願いしようか。マグナム開ける？よし。でも、一人ずつ開けてっちゃう？とりあえず。いいよ。開けていいよ。開けていいの？あ、これ組み立てんだ。組み立て式なんだよね。俺的にもっと、あ、なんか、もっとチューブガムが入ってるかな。うん、そう。だって一応食玩だからガムが入ってる。あ、食玩ね。ガムと、箱を、あれ、裂かないとあれかな。あ、でも結構これ簡単に裂けるよ。組み立てがわかんないな。組み立てが、こうやって下を開けて、うん、で、なんかこのね、ちょっと横のところ、うまく綺麗になってるから、あ、これ失敗したかもしれない。こうやって開けると、おお、いった。サイクロンマグナムの、あ、でも全部の小屋で入ってるね。これ1個開ければいいじゃん、じゃあ。うん、パッケージ本当は残したいんだけどね。ああ、そうだね。だからこっちに一応あるから。ワンボックス買ってきたっていう。だからね、全員4種で、かけ2で入ってるから、それぞれ。そう。なるほどね。で、これも作っちゃうの？ 1 個作ってみようか。作ってみよう。両方1個ずつ作ってみよう。ちょ、チューブガム気になるけど、食べながらやっとね。聞こえに行くから。くっちゃくっちゃ。いやー。なかなかね。とりあえずボディ上の方と下の方とあれだね、シール。そう、シールか、さすがにね、ディティールはシールでね。これもね、あの白いのと車体の黒い方と、そうでシールだね。あ、失礼、シールだね。シール、よし、組み立ててこうっと。そうだね、組み立てていきましょうか。ちょ、ニッパーないから。あ、そうか、ニッパーないのか。そう、こういうプログ作るとやっぱニッパー欲しくないよね。そう。まあ、これ大きいかな。これ作るのをなんかミニ四駆やってた頃思い出すよね。でも意外とでもいけそうだな、タイヤとかな。あ、ちょっとでもこれ残っちゃうからさ。ああ、そうだね。こういうところはカッターとかで取っていきたいところ。そう、削りたいね。できそうだよね、なんか頑張れば。組み立てる分には支障はないはず。うん、多分ね。走らせる時だよね、問題は。あ、こういうところはね、カッターでね、こうやってね、切っちゃうんだよ。ああ、そういうじゃん、そういうの。そういうじゃん、そういうじゃん。かな。こういうのちょっと綺麗になるね、こうやって。なるほどね。あんま俺もプラモを作らなかったからな。俺もね。サポート車体だけ切っちゃうかもしれない。切り方合ってんのかな、怖いな。こういうなんかさ、変なとこ切ってさ、間違ってあーとかってなったら怖いよね。怖いね。俺一回プラモ作ってそんなことがあったんだよね。切らんでいいとこ切って、あれこれなんかおかしくないと思ったら、あ、これ切らんでいいんだみたいな。だから、新しいの買ったよね。なるほどね。うん。
で、これ、ま、真ん中についてもこれもパーツ？え？これパ、これパーツだ！タイヤにくっつけるパーツやん。ほんとだ。それでね、シャーシ、シャーシは違う、あの下のやつか。あ、こうやってね。そうそう、あの、なんかタイヤにくっつけるやつ。あ、ほんとにミニオンくんみたいだね、これ。面白いね、これ。もうミニオンくんみたいだな。どこ切るんだ？こうやって通すんだね、こうやってね。あ、楽しいな。サクッと切るね。出てくる。これローラーついてるからね、ここ。え、そう。うん、ほら、これ。あ、それローラーだったの？ローラー。あ、金の忘れてた。これもあって。全然見えねえ、こんな細かいパーツ。スティールは細けえな。結構ね、細かいな。うん、あ、タイヤ落ちた。あ、みんなしてクラッシュし始める。タイヤー。タイヤいた。あ、なんかバネ入ってんのか。バネ入った？バネ入ってた。あれ？入ってた？え、バネ見た人いる？あ、あったあった。あった？私の方あったよ。あれ？ある。ああ、とっとっとっと。バネないとね、これなんか、あれしないから。やばいね。スパーンならんから。いや、なんか細いタイヤと太いタイヤがあるのかな。くっそ、わかんねえなー。太いタイヤ多分後ろでしょ。後ろ。今、細い、太いって言われてさ、なんだそれと思って。四駆っていうか、俺はむしろガンプラをちょこちょこ作ってたけど、うん、それもなんかアマチュアな感じだから、がっつりって感じ。そう、ほんとすぐみぐらいで。頑張ってみんな楽しんでたけど、あとちょこっとゾイドも作ったかな。あー、ゾイドね、うん、世代だね。ゾイド何作った？ゾイド何作ったっけ？俺ね、ブロックスが好きでね、ブロックスめっちゃ組んでたな。シールドライガーとブレードライガーを作った記憶あるな。小物に凝ってた時期があって、なんかあの、うん、カノントータスとかモルガとか、あの辺を作った記憶がちょっとあの、コングだっけ、コングだっか、なんかそのちっちゃいなんかゴリラ、あれアイアンコングみたいなでかいのじゃなくて、ちっちゃいの、あの辺ね。なんだっけな、あれ忘れちゃったな、あれも。ちょいちょいあの辺を組んで、ついでにブロックスをちょっと。結構初期のやつだよね。そう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 。とりあえず棒、シャーシの方はこんな感じになるのかな。そうだね。そんな感じ。あ、そうか。俺、ミスった。あれ入れてなくね？何？さっきのあの、これ。これどこにつくの？ここ。あ、そこね。ここ。あ、頭ね。なるほど。なんかついてねえなと思ったら、なんかさっきシールどっち先かな、スピルでいいかな。シールどっち先ってどういうこと？コックピットの方のシールを先につけるのか、周りを先につけるのか。シール貼り苦手なんだよね、俺。1から順番、なんか丸1と書いてるから、順番に貼っていけばいいんだよね。これはなんか、スマホの、あの、保護シールとか苦手だもんね。ああ、俺もなんか店員さんに貼ってもらっちゃったよ、あれ。なんかあの、苦手でしたらお貼りしましょうかみたいな感じだったから、うん、じゃあ貼ってくれよっつって。ディオスパートあれ持ってた気がするんだよな。マジでいいね。俺作ったのでもね、あれかな、スピンコブラと、ビークスパイダーね、うん、あそこら辺人気だったね、みんな持ってたよ。うん、あそこはね、なんか当時かっこよかったよね、やっぱり。この3点で止めるのね。おっかいしょ。なるほど、そうなのね。はい、ディオスパードできた。お、早いな、おい。早いな、おい。なんかね、タイヤが赤なのはちょっとあれだけど。お、なんか取れた。ああ、落ちた。意外と後ろ落ちた。意外と落ちた。もう楽しくね、意外と落ちるよ、これ。お前、飛ばすの危ないぞ、こっち。こっち危ないぞ、大丈夫か。おぉ、走るよ、走るよ。シール払うと、そんな。超面白い。そんなこと言う、シール払うと、走る。よし、あと、適当に作っちゃおう。マジか。まあ、任せる。ちょっと俺もシール一生懸命貼ってくから。はい、できたね、とりあえず。できた。で、今俺、くちゃくちゃしてるけど、ガム食ってるから、これ。何味これ。これね、あの、昔ある、あの、味のしないやつっていうか、うん、ね、この味がしないっていうか、あの、砂糖の味、うんうん、ただ単に甘いだけのやつ。うん、コーラとか、オレンジとかそういう味じゃなくて、うん、あ、甘いだけのやつ。なるほどね。うん。な、了解。うん。カバヤ製品ね。あとサイクロンマグダムだけちょっとシールが、こうおまけのシールがコロコロとタミヤのマークのシールが、ね、タミヤのマークついてるね。夜、うんね、もね、こうやって見ると、うん、いいね、やっぱかっこいいよね。一個ずつちょっとアップしていこうか。そうだね。あ、いいした。ベルカスパンっぽいな。再現度が割と悪くない、ね、うん、色の着色だけちょっとチープだけど、うん、ね、いいね、いいと思います。再現度いいよ、これいいね。ベルカイザーめちゃくちゃかっこいいな。うん、
なんか、ルカイザー作った中で一番かっこいい。俺作ったわけじゃないですか。シール一番面積取ってんじゃね。多分シールはめちゃくちゃ面積取ってんのは、うん、春数も他のより多かったのか、下手したらかもしれないね。どうだろうな、うん、そうでもないね、うん、そうでもないね。そうでもなかった、うん、そうでもなかった、うん、一番多いシールの数はね、うん、ちなみにね、この、なんだっけ、うん、名前でした、これ、なんだろう、ハリケーンソニックが11枚シール貼るのかな、うんうん、で、一番少ないのはこれディオスパーダ。だって3枚しか貼ってない。ベローンって貼れんだもんね。ディオスパーダ、はい、ベローンって貼るだけでいいっていうことだよ、うん、やばいね。そうだね。ちょっと走らせてみてよ。カチョン、ここ押し込むとカチョンでいきます。カチョン、後ろこう穴があって中にバネが入ってて、うん、押し込むと入って、このキーがね、うん、さあ勝つべきはゴールはこっちだ。あー、ゴッドハンド使ってる。よし来い。いやー、レッツエンゴー。ビョーン。なるほどね、こんな感じでね走る。あ、まだ来る、まだ来る。海外来るよ、海外、外車来るよ、外車。ベルクカイザー、どうした、ベルクカイザー、クラッシュしたぞ。大丈夫か。無敗神話はどっか行った。おお。それね、こんな感じかな。なかなかね、懐かしいものがね販売されたということでね。そうだね、まあ、見つけたら買ってみてはいかがでしょうか。爆走兄弟レッツ&ゴーマシンコレクションでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ナチュラルライチです。ご意見ご感想があればコメント欄にコメントをよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくね。